てれ。なんかど真ん中に浮いてるような気がする。違うの。来た。一発目で来た。いい。一発目で出た。ごめんよ。はい。バズベイ。嬉しい。この辺の真ん中にさ、黒いのがいっぱい見えるんだけどさ、あれってさ、バスなのかな。バスだ。めっちゃバス、あ、ずれちゃった。すごい、みんな追っかけてきてる。目の前、目の前。マーブレスがボンボンバレる。いや、そこの水中のカバーが、おお、よし、模範的なピッキング方法。今のはただバーブレスなんでバレやすいという。よしよし、はいはい、いいよ。よいしょ、よし、今度はちゃんとお口に入ってるよ。いいね、楽しい。超楽しい。すごいウィードいっぱいある。もうなんかさ、でっかいでっかい水族館みたいな感じだよね。あ、いたいた、あんなとこにいたのに。さっきこいつら、おお、後ろ2匹追っかけてる。お、3匹追っかけてる。お、すごい。もうちょっとバズベイトやめようかな。もったいないな。さんもめっちゃ上がり。え、カッパさん楽しいじゃないか。なぜかあんまり行かない。えい、お、すごい追っかけてきてる。ほら、すごい後ろのあの波。諦めた。諦めんなよ。せっかくいい調子でジョーズみたいに追っかけてきてたのに。諦めやった。おお、すっげえ。トゥイッチするとなんかすごい反応が良くなった。飛ばないで、飛ばないで、あんまり暴れちゃうと。よし、イエーイ、これは良かったぞ。はい、イエーイ、シャキーンって感じだろ。いい、一番元気がいいのはその一匹だけだ。ヒュー、追っかけてってくれ。元気がいいやつだけ相手にしてくれるのは。舌
してくんねえよ相手に。お、一匹今下に潜ってったのがいたぞ。あれもちょっと元気っぽいぞ。うん、違ったのか今の。P ラインがあそこに吸い込まれただけなの。スーッとか言ったから、あ、食ったと思ったの。違ったよ。いや、食ったわ。おら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 。イエーイ。もうここはなかなかいいね。テクニックが必要だったぜ。テクが。イエーイ。ほらほらほら。お、冷てよ。冷てよ。あったよ、あったよ。ごめんよ、ごめんよ。はいはいはい。よし。えい。アンダーショット釣りました。通します。まあ上から通します。上から今通しました。もう一回通します。上から下に通します。輪っかができました。でこっちが道糸の方をこの輪っかの下側に通しておきます。でこのリーダーの方上をこの輪っかの上側に通します。でこっちのリーダーの方を、道糸の方の下に通します。下通してこの輪っかの中に2本あるじゃないですか。今上から来てるリーダーと下からの道糸と、これをいっぺんにこの間に入れます。間に2本を、2本を下から入れて上に出します。2本、わかるかな、こういうふうに。でこれ YouTube で発見したんだけど、これトヨタマークって言ってこのトヨタマークにして、でこれをスッと出てきやる。でアンダーショットの時はこれを、まあ、一応中に入れて出来上がりっていう。なんかあそこすげえ元気な、あれ鯉なのかな、なんだろう、バスじゃない。そしたら食ってきた。そう、そしたら食ってきた。今瞬間何グラム、今ので 1.8 かな、多分。リーダー15センチぐらい、うん、か20センチぐらいあるかもしれない。やった。出方抜き食ってくれたこの池でも。やった、イエーイ。出方抜きフィッシュ。ちょっと嬉しい。当たった。何これ何これ、食ったのか。ほら食ったよ。おお、サイズいいよ、サイズアップだよ。やっぱ出方抜きサイズアップだ、ほら。うふふふ、やはり。よいしょ、あいてて、冷たい冷たい冷たい。はい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 、あいごめんよごめんよ。出方抜き、出方抜きフィッシュ。お疲れ様でした。今日はここ音型国際釣り堀場に、協力していただきまして、普段ねこの大きい池の方はプラグだけオンリーなんですけど、特別にワームもちょっと使わせていただきました。ありがとうございます。そりゃそうだよな、釣れるよなっていう話なんですけど、上の方もねでも、ワーム使っていい方でも普通に釣れるんで、楽しめると思います。プラグでもやり方次第では、どんどん多分朝よりも昼釣るこう多分すれてって、こうしたらこうしねえと釣れねえなとか、いろんな発見があると思うんで楽しめると思います。
今日はいろいろと釣りを楽しんじゃったんですけども、皆さんもぜひね来ていただいて、ここペレットで育ててないんで魚がものすごくネイティブに近い形で、でもたくさんいて釣れる魚たちが、元気な魚たちが多いんで楽しめると思います。皆さんもぜひ来て遊んでみてください。ではごきげんよう、さようなら。